風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才能目次第。映画ワクトの看板しょって歩いてみせますキネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラー。時刻は10時2分に向かっているところです。東京赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしております、ライムスター頭のウィークエンドシャッフル。改めましてこんばんは、パーソナリティの歌丸です。ここから夜11時までの1時間、 TBS ラジオをキーステーションに地方ネット局界のラストシューティスト、これまだ出してないね、ラストシューティストこと、いつまでこのシリーズ続くんでしょうか、MRO 北陸放送をネット室をお送りいたします。ここからの時間は毎週サイコロを振って見に行く映画を決め、いい映画も悪い映画もいいから好きに語らせてくれ、そんなわがままじゅれた俺ね、今日ねこのタイトルねネタバレしないように行こうかなと思ったんです、ある理由があって。まあいっか。はい、無差別映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当てた映画はこちら、サウダージ。不況と産業の空洞化で活気を失いつつある地方都市を舞台に、土木建築業界で働く労働者たち、地元でヒップホップを続ける若者、仕事のない外国人労働者たちの暮らしを群像劇として描き出す。監督は国道20号線の富田勝也、キャストは高野剛、伊藤仁、そして実際にラッパーとして活動するデンガリュウラ、先ほど曲もかけましたデンガリュウさんね。はい、ということでリスナーの皆さんからもですね、サウダージ見たという方のメッセージをいただいております。メッセージの量はね、まあ、正直少なめなんですよ。これはやっぱ島内でね、あの単館でもありますし、まだそんな広く公開されているあれではないので、まあ、見た方自体が少ないということだとは思いますけど、ただしメッセージの傾向は大絶賛です。はい、まあ、苦言としてね、例えばこうもうちょっと一本の映画として盛り上がりが欲しかったとか、最後に希望を示してくれないのが不満だなど苦言を示す人もいるんですけど、ただしその人たちも基本的には褒めつつという感じ、でそれ以外の人は本当にもう大絶賛の嵐、もうね、日本映画史上に残る傑作、今年ベストなどの声が多かったというね、ここまで熱の高まりを感じる映画も久しぶりという感じだと思います。ではちょっと皆さんのね、代表的なところをメールご紹介いたしましょう。ジジイのチューキックさん、60歳女性を、いつも楽しく拝聴しております。シネマハスラーに感想をお送りすることはないだろう、と思っていましたが、そうですか、でもね、送っていただいてありがとうございます。サウダージの素晴らしさにお便りせずにいられなくなりました。サウダージはどんな映画とも似ていない傑作です。似ていないのですが、今まで見てきた忘れられない映画との共通点がいっぱいありました。それは映画を見た後もずっと登場した人々、風景が自分の心に住み着いてしまうことです。出稼ぎのブラジル人、タイ人、ドカタ、ね、この映画だとドカタってね、今放送だとあんま言わないけど、もうこの映画だといっぱい言ってますから、いますよ、ドカタ、みんな私の日常とは接点がありません。接点どころか、旅館の浴衣を汚く着て、縦膝でご飯をかっこむ人なんて、近寄りたくもありません。そういう場面があるんですよ。それなのに、映画の中の人々と自分が今の日本を一緒に生きているのだと、共感と、まるで昔からの友人のような連帯感さえも感じました。はい、登場人物に感じるその親密さみたいなのはね、これちょっと多分、富田監督の映画の撮り方特有 の何かから生まれる何かかもしれないですよね。おいいじゃないですか、なんか僕ちょっとこの感想にちょっとグッときてしまいましたね、これだけでね。ありがとうございます。オズマさん、あっさり断言してしまいますが、すでに日本映画史上に残る傑作です。しかし一体どのような傑作なのか、言葉にするのは大変に難しいです。はい、でね、本当にね、いっぱいね感想を書いていただいて、ちょっとねすいませんね、省略されていただきますが、登場人物たちは今彼らが住む町がどのような事態に陥っているのか理解していません。事態を理解するのに飛びつくのは、差別的な、陰謀説や、誰かを悪者にして自分が報われないことを慰める、隠して腐りながら報復感情に蝕まれていく犠牲者のような加害者が誕生するのですと。退屈と倦怠を描いて我々観客を退屈させない、凡庸な映画がやすやすとは達成できないハードルがあっさりクリアされています。で徹底的にリアルでありながらスパイスを効かせカリカチュアされた人物造形はヒーローショーの井筒監督と比較しても遜色ないですし、巨匠今村翔平が今の時代に青年監督であったらこのような群像劇を映画にしたかもしれません。あの曲とともにね、だからもう今日はね、そうなんです、この曲ちょっとねネタバレしない方がいいよってね、ちょっとね言わないごめんね、おっしゃったけどね、まあいっかとともに大音量で描かれるクライマックス、爆発するようなテンションで描かれるあのシーンは一体何なんでしょう。少なくともあんなクライマックスは見たことがないですというね。はい、本当皆さん熱量が高いメッセージ、いっぱいいただきました、ありがとうございます。すべて目を通しております、いつもありがとうございます。さあそんなサウダージね、私もですね、いつも映画毎回2回ずつ見るなんて言いましたけど、今回だから結局計3回見てしまいましたからね。でその3回見てどの回もねかなり入っていた、だからやっぱ話題になってるということだと思いますね。以前にその最初に先行なんていうんですかね、1週間ぐらい早くかな、2、3週間早く上映した時に、1ヶ月か早く上映した時にオープニングトークでちょろっとこのサウダージという作品について話したので、あとそのトークショー
に1回、出演させていただきまして、そこで話したこととかと、まあ、一部内容が繰り返しになるかもしれませんが、はい、改めてということで行かせていただきたいと思います。最初にこの映画の話を聞いたところからちょっと行きたいんですけどね、この映画の話結構前から聞いてたんです。噂、もう風の噂で聞いてて、2年ぐらい前、甲府を舞台にして、右翼かぶれの日本人ラッパーとブラジル移民の話。で、タイトルはサウダージ。ね。あの、サウダージュっていう言葉ね。まあ、定義ちょっと難しい言葉されてますよ。まあ、郷愁なんだけど、ちょっと憧れっていうようなニュアンスも入っててみたいな。まあ、ブラジル特有のそのニュアンス、なんかこう、そういう言葉で、ちょっと説明が難しいとされているんですけど、まあ、この映画におけるそのサウダージ、意味合いみたいなことはちょっと、僕なりにちょっと後で述べたいと思いますけど、とにかく、この企画、この話でタイトルがサウダージ。かっこいい。しかも、ね、そのラッパーというのを、スティル・イチミアのデンガリューが演じると。ちなみに僕はこの間初めてトークショーで初めてその初対面だったんですけど、目キラッキラしたね、素晴らしい宣伝でしたけどね、はい、デンガリューが演じる、まあ、作品はしてたんで、ああと、まあ、その墓場のディガーをオンエアしたりして、この番組でね、要は日本の、ラッパーを描いた映画といえば、もうもちろんね、このシネマハスラーでいうと、もちろん埼玉のラッパーシリーズというのはドーンとあるわけです。もう素晴らしいね、もう名作、もう今や名作と言ってもいいと思うけど、埼玉のラッパーシリーズがあると思いますけど、あれはほら、基本俳優さんがラッパーを演じてて、で、演じてるのがそもそもスキル的にはちょっとダメなラッパーっていうのを演じてるから、まあそんぐらいでちょうどいいっていう、という、どう、その埼玉のラッパーとはちょっと違うアプローチが期待できますよね。要はもうプロ中のプロがもうね、やってるわけですから。はい。という意味でも期待できるなというふうに思って、ました。で、あとその、まあ、作品の成り立ちっていうのがまた独特でですね、このシネマハスラーので、まあ、日本のインディペンデント映画ね、っていうのはいくつか紹介してきましたけど、その中でも非常に変わった形態の制作体制って言っていいと思うんですけどね、これね。富田勝也監督っていうのは、空の族と書いて九族っていうそのグループで、まあ、山梨県その甲府をベースにした映画作りをしていると。で、僕はちょっと本当不勉強でね、全然知らなくて、過去作も結局その見るその機会がなくてですね、その 国道20号線とかすごい見たいなって感じだったんですけど、ちょっとこのタイミングではちょっと見れてない、本当に不勉強で申し訳ないですけど、まあ、そういうような、クゾクという集団でね、富田さん、中心校を作ってると。で、要は皆さん他に仕事しながら、例えば今作だと1年かけてリサーチしてとかで、2年かけてそのずっと撮ってる、作ってる、2年かけてこう映画作ってるみたいな。で、それでいてその 35mm フィルムで ちゃんと捉えてる、うん、ちゃんと金かかってるっていうね、っていうのは地元を中心に寄付を募って、お金集めて作ってる。要するにちょっとその、まあ、甲府を舞台っていうのもありますけど、そういう風に盛り上げて作ったりもしててっていう、まあ、だからかわかんないですけど、時折やたらと絵がかっこよかったりするっていうのはね、すごいこの映画の魅力だと思うけど、ともあれその変わった成り立ちの、それでいてずっと見たいと思っていた映画だったわけですよ。で、それを実際に見てみたら、映画そのものはもっと変わってたっていう感じがしますね。はい、少なくとも僕その最初に、右翼ラッパーとブラジル移民の話っていうのから予想していたのとは全く違うタイプの、しかもちょっと説明に困るタイプの面白さの映画でしたね。はい、だと思います。はい、一つただ自分が、革新的にちょっと僕言えることはですね、2時間47分もあるんですよ。まあ長いですよね。2時間47分もあるのに僕は3回も見て、でしかも回数を重ねるごとに面白さが増してどんどん好きになるんですよね。はっきり言って僕はもはや今年トップ級に好きですね。もう完全に。はい。で逆に言うと、一回見ただけでは自分が感じた面白さとか感動の質をちょっと把握しきれなかったところもありますよね。すげえ面白かった。でもこれどうやって説明したらいいんだろうみたいな感じで。っていうのは、とにかくね、結構な数の登場人物が出てくる群像劇なわけですよ。そのどんぐらいのその群像劇かっていうと、1時間、映画が始まって1時間経ってまだ新しい登場人物が出てくるっていうね。結構だからその意味では最初見てると結構、あれこの話どこに連れてくんだっていうね。まあ、混乱したりもするところもあるかもしれないんですけどね。まあ、映画秘宝で引き合いに出されてた、確かにさらば愛しき大地っていうね、ネズジンパチの主演の映画ありますけど、まあ、ちょっと連想もしましたけど、でそれ以上にやっぱ群像劇なんですよ。一応主役的な存在っていうのはさっき言ったデンガリュウ君と、あと高野剛さんっていうね、その、富田さんの映画にも結構ずっと常連の、まあ、いつも主演している富田さん、高野さんという方、まあ、この二人が大体主役っぽいけど、でも決してその二人の主役的な存在を中心に直線的にストーリーが進んでいくような語り口ではないんですよね。はい。でプラス
そのなんていうんですかね、今時のね、その日本映画に多いような、まあカッコつきますけど親切な説明みたいなもんないですから別にね。はい。でどうやって語られてるかっていうと、まあそれぞれの人物のそれぞれの生活の断片が結構均等に、脇の人も結構なこうなんていうんですかね、スポットの当たり具合で、少しずつ積み重なっていって次第に全体像が浮かび上がらせていくというような作りですね。でしかもそれもですね、その群像劇でいっぱい人が出てきてっていう時に、あの例えばですけど、ポール・ハギスのあのクラッシュって映画あるじゃないですか、あれみたいにあの人物とあの人物がつながって、あそことあそこがこう伏線がこう来て、的なそのうまい着地、そのなんていうのか、カタルシスのあるそのパズル的な快感みたいな、そういうで、なおかつそのカタルシスをもたらしてストーリー的な出口ね、それぞれのキャラクターに対するみたいなものは用意されてないんですよね。でそこがね、そのちょっとしたらこういうようなそのストーリーテリングというか語り口に慣れてないと肩透かしというか、あれっていうふうに思う人もいると思うんですよ、ね、それが終わりっていう人もいるかもしれないんだけど、ただね、僕はむしろこのそれぞれの抱えた、それぞれのキャラクター登場人物が抱えたストーリーが実は完全に分断されているっていう、ここが僕は肝だと思うんです。つまりどういうことかというと、まあ、例えば人種ですよね、分かりやすく言えば人種、日本人とブラジル、移民、あるいは日本人と出稼ぎのタイの女の子、もそうだし、あるいは年齢による分断ですよね、おっさん、完全におっさんと、ちょっと中年手前の男と若者、ここも完全に分断されてるし、あるいは性別ですよね、男と女だ、もうやっぱ見ているとか全然違うとか、それぞれのキャラクターがそれぞれに分断されていて、そしてそれがクロスしない、でなおかつ仮にクロスすることがあっても全くコミュニケーションが成立していないっていうことがむしろ際立っちゃう、これが肝なんじゃないかと思うわけですよ。例えばその、右翼ラッパーとブラジル移民の話っていうのが最終的にある、まあ、悲劇的なクロスポイントを迎えるんだけど、それは結局その単にコミュニケーションが一切取れていない、もう、全く取れていないからこそ起こる悲劇なわけですよね、はい、なので、それぞれ分断されていて、それがこうクロスしないところがポイントなんじゃないかと思うわけです。で、誰もが分断されていて孤立していて、だから寂しいっていう状態で、なんでそれぞれの登場人物がこんなことになってしまったのか、で今後どうすればいいのかっていう問いに対する答えは、言ってみれば映画の外側にあって、つまり現実の我々に返される問題としてこう、っていう作りだと思うんですね。例えばその、日本全体のその現状のと未来のその縮図みたいに見えるような、そのある、まあ、甲府のね、地方都市の閉塞感とか、あるいは移民コミュニティっていうのが完全に日本社会と、融和しないで完全に独立して、存在しちゃってる感じとか、あるいはもちろん不景気、とか、まあ、あるいは地方格差みたいなことですかねっていうような問題、要は最終的には何らかの政策的失敗っていうのが向こう側に透けて見えてくるんですけど、はい、っていうような作りですよね。で、その中でですよ、個人は全く無力で、どうしてこんなことになっちゃうのか俺には分からないっていう人ばっかりですよ。で、それぞれが分断され孤立してどうにもならない寂しい状態に置かれているからこそ、誰もが心の中にここではないどこか、もっと言えば自分が本来いるべきだったはずのここではないどこかへの思いを抱えてもがいているっていう、これがこの映画における僕サウダージっていうことだと思うんですよね、はい、だと思うんです。まあ、例えばもう言うまでもなく、もうね、その、高野剛さん演じる政治っていうね、まあ、土方の男がですね、抱く、まあ、例えば付き合っているその、ね、タイからその出稼ぎできてる、出稼ぎでタイから住んでる、日本に住んでるその、ハーフの女の子を通して抱くタイっていうのに対するなんか漠然とした期待とか、あるいは、非常に理想化された、あるべきだったこうあるべきだった過去への思いみたいな、ものはもちろんそうですし、あるいはそうですね、そのラッパー、U4K 君にとっての例えばその国粋主義っていうなんかこうちょっと漠然とした理想みたいなものも彼にとってのサウダージかもしれないし、パーティーオーガナイザーのまひるちゃんが唱える非常に観念的なラブ&ピースみたいなのも、要は彼女がもう現実の世界に居場所がないからそういう観念的なことにプラスドラッグに逃げちゃうとかね、とかですね、あとはその、政治の奥さんがね、まあ、なんかこうちょっとセレブな暮らし、ちょっと上昇志向が強い、みたいなものもここではない、何かどこか私の場所があるっていう思いの表れでしょうし、あとはそうですね、なんか何ですか、ウェディングビジネスみたいなのやってる人ね、なんかこう西洋的な正統的な文化への憧れみたいなもの、これ全て自分にない、自分の今いるこの世界にない、ものを
そこが本来自分のいるべき場所なのになぁと、憧れながら懐かしく求めるみたいな気持ち、つまりサウダージってことだと思うんですよね。はい、もちろんその、この日本で外人として生きる人々の暴挙の思いっていうのももちろんそのサウダージということですよね。はい、でまあそう考えると、それぞれがそれぞれにとってのそのサウダージを抱えているっていう、そういう中にを挟んで両極に配される人たちがいて、ビンちゃんっていうね、本当の役名なんだっけ、穂坂ビンちゃんね、俺タイに住んでたんですよ、タイで何やってたの仕事行きましょうかっていうね、なんていうの、絶妙ないい感じのうさんくささを漂わせるですね、ビンちゃんという役。ビンちゃんはこの映画に出てくる人たちの中で唯一なんかそういう意味での寂しさみたいな欠落は抱えてなさそう、なぜならまあ、ね、なし草的な存在だからっていうね、っていうそのビンちゃんっていう、なんかね最後はね、まあ、捕まったのかなってことになってるけど、ひょっとしたらどっかでねよろしくやってる可能性もあるぐらいのね、なんかちょっと謎めいたキャラクタービンちゃんと、あとそれと対局にいる美神会っていうさ、ね、すごい怖い感じの女の、ヤンキー調の女3人が出てきて、ね、手の太さとかたまんないものありますけど美神会の人たちは逆にその今ここっていうのに完全に満足しているというか、そこに関する欠落は別に関係ないっていう人で、まあ、両極を挟んで、中の人たちはもがき続けているっていうことですよね。しかもこれ切ないのは、それぞれが心に抱えたサウダージが決してその人を幸福にはしないっていうあたりとかが本当切ないあたりですけどね、切なって感じだと思います。はい、で今僕がこうやって言ってきたようなこと、例えば最終的には制作的失敗が向こうに透けて見えるとか、それぞれがこういうサウダージを抱えてみたいなことは、でも直接語られるわけではないわけですよ。文字通り個々の描写から浮き彫りにされていくわけですよね、でその個々の描写っていうのが抜群にまず面白いんですよね。ものすごくリアリティのあるありそうな会話なんだけど妙におかしいっていうね、なんかまあ実際にそういうような、なんかこう会話での中からこういうことがあったんだよ、例えば毒型の仕事をしててこういうことがあったんだよっていうところからなんか題材を取ってるらしくて、そういう意味ではリアリティもあるし、それが妙におかしい。今まで言ってきたことからするとちょっとね固い話に思えるかもしれないですけど、基本笑える映画ですから、個々の場面は結構クスクス笑える映画です。はい、例えばそうですね、なんかエステティシャンとね客の会話の感じとかね、みたいなねの感じとかね、あとあれですよね、何ですか、役名で言うと分かんない、ちょっとヤクザチックなさ、怪しげな水をね、日輪水って水をこう売りつけて回ってる、まあ、ちょっとヤクザチックな男、僕はラムシューに似てるなと思ってねジョニー・トーナーが出てくるラムシューにの人のデリヘルの受付の受け答えとかたまらないもんありますね。はいはい、今日はですね、巨乳ちゃん、変態ちゃん、ナンバーワンやりますよっつってねナンバーワンおすすめですけどね、ちょっと料金が高くなりますが、よろしいですか、ありがとうございます、ね、うまいね、まあ、もうたまんないものありますよねとか、あとそのなんかそういうヤクザな仕事してる人がそのビジネスの一環としてスピリチュアルな、スピリチュアル商売してるみたいなのもね、これもなんかちょっと割と実はベースらしいんですけどね、とか、しかもそのさ、スピリチュアルな商売のやらしてるさ女の子が同時にデリヘルナンバーワン嬢っていうさとか、あと宮台真司さんが政治家役やってて、おー、たまんない、たまんないものありましたよね宮台さんさすがですよね、とか、あとやっぱ前編にわたって繰り広げられる、まあ、そのドカタ描写ね、このなんだっけ、高野さん、高野剛さんというこの、富野さんの作品にはこう毎回出ている方が、まあ、実際にそのずっとドカタやってて、そのドカタ描写に関しては非常にこだわりがある、だから多分そのドカタ、俺はドカタでっていうこういうのを繰り返し言うのも放送上ではあんまりね今時言わないかもしれませんけど、なんかそこにも明確な誇りを持ってねこういろいろ言っているっていうのがあると思うんですけどね。はい、で、まあそんな感じ、あとそうですね、こういう作業中にですね、クワガタを取るところとか、ね、あと鹿引いちゃったとか、ああいうのも全部その実際にそういう現場とかであった話みたいでね、そういうのいちいちおかしかったりしますし、あと先ほどね、メールでもありましたね、旅館で浴衣をだらしなく着て縦膝でご飯食べる人やっていう、あそこは同時に納豆を無理やり食わせるっていう場面なんですね。そこで俺多分納豆をすする音、ちょっと富田監督ちょっとついてるでしょ、ちょっとでかくしてるね、すする音ね、見る人が若干不快感を感じるようにちゃんと撮ってて、でその納豆を無理やり進めるってことが最終的にとっても悲しい話につながっていくっていうかね、あ、全然二人すごく仲良くいたけど見てる夢が全然違うってことが明らかになっちゃうっていうね、非常に悲しい場面だったりとか、はい、そういうまあリアリティがあって面白いっていうのもありますし、かと思えばね、時折ねふっと非常に鮮烈にね
非現実的と言ってもいいような、ちょっとそういう描写が挟み込まれる。例えばですね、はっきり言ってこのサウダージ、いまだかつて日本映画でこれほどマリファナが出てくる映画があったでしょうかっていうぐらいね、ちょっと珍しいぐらいマリファナ出まくるんですけど、あの栽培ルームで、さっき言ったね、そのタイに住んでましたというビンちゃんと、そのセージがですね、ほっこりしまくるという場面があってですね、ここのあの音響も含めた絶妙になんていうんですかね、もういい感じのね、ぶっ飛んだ感じになってるなっていうその編集の塩梅とか、もう面白いですし、あるいはクライマックスですね、これも映画見た人がもうみんな本当に心に残るシーンだと思いますけど、その主人公の一人セイジが見る、まあ、幻影の商店街シーンね、まあそのね、もうために鬱屈をために溜め込んだ先にポーンとこうあそこがさっき言った炸裂するようにこう来るので、もうあそこはちょっと僕も2度目3度目はもう涙腺もう決壊でしたね、ちょっとね、はい。でまあここで流れる曲ね、あの前あのオープニングトークでも言っちゃったし、さっきもちょろっと言っちゃったんだけど、あのトークショーの時にお客さんでこう質疑応答で、あの歌丸さんにあの曲をバラされてなければもっと良かったって言われちゃって、確かにそうかもしれませんっつって、あの要はどこで流れるか待っちゃったっつって、うん、ごめんなさい、それはちょっと本当すいませんでした、うん、まあまあまあ、でもね、あのあそことかね、あのかかる曲とバイクの爆音、ちょっと爆音でかき消され気味なんですよね、そのバランスの絶妙さとかですね、素晴らしいものがある、ちなみにこのね、その幻影の商店街シーンの撮影を、あの実はすごい大変なことになっていてね、その地元のヤクザさんがガーッと来ちゃって、でその暴走族からのケツ持ちヤクザも来ちゃって、ものすごいもう大暴、だからその映画に映ってるよりもっと派手な場面あのバースト爆裂都市みたいなことになバーストシティみたいなことになっちゃったらしいんだけど、でそれをガーってなって大変なことになったのをふわって収めた、実際に収めた親分があの映画の中で U4K にね、お前もヒップホップもいいけどそろそろ打ち込まないかっていうね親分いますよね、あの人がキャスティングされているというね、本物、デンガリュー君曰く、あそこであの自分がビビり気味なのは完全に演技ではありません、はい、あの運転手の人とかもみんな本物っていうね、でもバッチリですよね、あそことかもね、すごいもう本物ならではの迫力がありますよね、はい、その幻影の商店街シーンとかもそうですけど、全体にあの移動撮影とかがすごいこうかっこよかったりとか、あとその穴こう掘っててね、仕事人中でさ、でその穴の中に重機がガーッとこう降りてくるその構図の斬新さとかですね、全体にやっぱ時々絵でハッとかっこいいっていうのでね、させてくれるところもすごい魅力だと思いますね。でそういうあのリアルだったりぶっ飛んでたりするっていうその日々の断片が、多分一回だけ見ると多分その一見三分的に連なってるっていう風に思えると思うんですけど、何度か見るうちに実に周到に織り上げられているってことに気づきますよね。だからこそあのだからサクサク見れちゃう、三分的に見えるけど飽きずに見れるのは実はその連なりが計算され尽くしているからですね。例えば、前の場面でしていた会話が直接は関係ないはずの次の別の人物の場面に実は微妙に残響としてこうちょっとこう響いているような感じね、のなんか連なりがあるんですよね、はい、あの非常に巧みな、実は構成がすごく考え抜かれているというふうに、僕は思います。一見三分調に見えるというところも含めて、はい、だから2時間47分が意外とスルスル見れちゃうということだと思うんですけどね、はい、でこれね、さっきから非常にその登場人物がその、まあ、リアリティもあるし、なんか生き生きしてて、ね、心に住んでしまったっていうようなこと言ってます。いいこと言うなと思いましたけど、先ほどね、メールの方、あの富田監督の言葉として、その映画制作に人を合わせるんじゃなくて、人の方に映画制作側が合わせていくというのが僕らの作り方なんですみたいなことを言ってて、そのやっぱりその富田監督、貴族のね、そのスタンスゆえかもしれませんけど、本当にね、もう全員もうそこに息づいている人としか思えないぐらい生々しくてリアルで、でどうしようもない人たちなんだけど愛おしい感じられてくるというね、ことだと思う。本当全員素晴らしいと思います。先ほどから何度も言ってるね、高野剛さん演じるその政治っていうのがとかね、ちょっとこうスカパラのあの谷中さん風のね、谷中さんをもうちょっとこうゴージャス、谷中さん引くゴージャス感みたいな、ゴージャスじゃない谷中さんみたいな、なんかね本当なんかすごい素敵な色気のあるその、政治さんも素晴らしいですし、あとはやっぱりデンガリュー君、先ほどから何度も言ってます、スティル一ミヤというグループで活動している本物のラッパーのデンガリュー君は、先ほどねくしくもヒーローショーってねメールでも名前出されてましたけど、ヒーローショーのジャルジャル後藤さん以来の衝撃ですね。素晴らしい、もう新人賞は決定ですね。とにかくいい顔ですし、でまあ役柄としてはですね、特にそのラッパー、現役のラッパーとしては際どいところもある役なんですよ。つまり
実際にこういうようなね、例えば国粋主義的だったり右翼的だったりする発想をどうせ若いラッパーはしてるんでしょっていう世間のステレオタイプを強化しかねない際どい役じゃないですか。そこの際どい役を決して、つまりそこに何て言うかな、ちょっと批評性も入ってる演技っていうかね、実に難しいバランスを見事に演じてるというふうに思いますね。はい。でですね、もう何しろ皆さんここにね、ほんとびっくりしていただきたいんですけど、序盤のハイライトと言っていいと思うんですけど、シャッター商店街をですね、まあそのね、一日その土木作業の仕事バイトしてですね、で先輩にね、連れられて飲みに行ったんだけど、もう全然楽しくないと。で一日働いた金も全部吸い上げられちまったよと。でがっくりきながらシャッター商店街を歩きながら、このデンガリュク演じる U4K というラッパーがフリースタイルラップをするわけですね。はい。ここも横移動撮影が本当に素晴らしい場面だと思いますけど、こうね、要はね、酔いに任せて、なんだあのおっさんたちは最悪だよって言ってる酔いに任せた愚痴が次第にラップになっていく。そしてそのラップが彼のバックボーン、あるいは家庭の事情とかね、あるいはその彼が今置かれている状況、その先にあるさっき言った何らかの政策的失敗に基づく社会問題みたいなものが浮かび上がってくるところも含めて、全てそれが実はそのこの短いフリースタイルに全て織り込まれている。しかもそれを彼はガチのトップオブザヘッド即興でやり遂げてるんです。あの場面はね、これね、即興でやってますから、40テイクぐらい撮ったらしいんですよ。しかもそれはその監督に言われてじゃなくて自分でダメ出して、要するにラッパーとしてのクオリティそのチェックをするのはもう彼しかいませんから、ダメだと、こんなんじゃちょっとダメだって40回ぐらい撮ったらしいんですけどね。で、彼に会った時に、まあ例えば手としてはね、いろんなこの言わなきゃいけない要素があるわけだから、まあ歌詞を書いておくっていう手も当然あったはずだと思うんだけどっていうのをそのトークショーで聞いたんですよ。したら、いやそれだと綺麗にまとまりすぎると思うんですよ。即興のフリースタイルで思いついたことを次々に言葉口にしてるからこそ、時々詰まる瞬間とかあるじゃないですか。ちょっと一瞬考える間が空いたなってところあるじゃないですか。あの感じを入れないとダメだと思ったんですよ。だから全部即興でやりました。さすがですよね。もう自分でちゃんと演出がつけられてるっていうことだと思います。でこの場面何が素晴らしいってね、この一人のですね、決して視野が広いとは言えない青年が、でも自分のリアルな不満を、ラップにして音楽的に、つまり芸術として吐き出すというこの一場面だけで、ラップヒップホップというものの存在意義が、この若者にとってヒップホップというのはどういう存在なのかっていうのが門外観にもこの場面一発で分かりますよ。これ以上素晴らしいラップヒップホップの説明はないっていう場面ですよ。はい。あまりに見事で、もう僕もうこの場面来るだけでもう泣いてますからね。早っっていう序盤だろうなんですけど、もう見事だと思います。はっきり言ってヒップホップ映画扱ったアメリカ映画も含めて、どの映画のどの場面よりもここはヒップホップ場面としてはものすごく優れてると思いますね。はい。でまあそのね、まあプロのラッパーとして彼はもう役目 120% 果たしてるわけですけど、この場面だけでも、それ以外の普通の場面、例えばもう男の純情をもてあそぶんじゃねえよっていうキスシーンとかですねあとはラストね、仲間たちに、まあ、ある告白をするというところの、なんていうんですか、もう泣き笑いというか、なんともしれんね表情とかね、はい、もう本当素晴らしいと思いますし、あるいはカポエラをね、こう見て、あカポエラ知ってるよ、鉄拳やってるからさって、うんうん、あれなんか彼のアドリブで入れたあれらしいですけど、やっぱそういうのが生きた登場人物のセリフになっていくってあたり、本当見事なものだと思いますね。はい。でね、そもそもね、まあ、この話自体、その衰退していく、荒廃していくその自分たちのコミュニティの現実を捉えた話じゃないですか。でね、その衰退していく、荒廃していくコミュニティの現実を、大冗談の正論じゃなくて、良い悪いではない、そこで生きるものを実感から伝えるっていうのは、これまさにヒップホップですよね。でしかもそのヒップホップという表現が持つギリギリの希望ですよね。もうこの街は終わりだなっていうことを表現するという最後の希望っていうかね。はい。だからサウダージは本当にそういう意味でも正しくヒップホップ映画してるなというふうに、僕がそのヒップホップという表現に惹かれた本質の部分というのもきっちりこの中にもありますし、現在この日本でこういう映画が作られるっていうのは本当に素晴らしいというか、作られるべき映画だというふうに、本当に思います。でね、ちょっと時間もね来ちゃってるから、お急ぎできますけど、ラップ、ヒップホップ描写というか、ラップ描写についてちょっとね、とりあえず他の人言わない部分だと思いますんで言っとくと、アーミービレッジ、ステルイチミアがね、まあ、演じるアーミービレッジの面々、ライブの感じとかね、ものすごい、もちろんちゃんとしてますし、はっきり言って、あれですよ、ライブとかラップとかに関して言えば、正直ブラジル人グループよりはよっぽどスキルは高いと思いますけどね、はい。ただね、ああいうなんていうんですかね、
やっぱ観客によってはね、あ、俺そのアーミービレッジの連中に言いたかったんですよ。そういうこともあるって間違ったブッキングってこともあるからさっつってさ、うん、みたいなこと言ってあげたいと思う。あとなんか部屋に集まって一緒に音作りしてるとこね、あのビートをさ、出してビートを、出しながら、ターンテーブルでこう 手でこう上の上ネタをポンポンロンポンロンって出しててね、じゃあちょっとビート早めてみようぜとかね、あれすごくいいですよね、いい感じの制作シーンですね。ただそこもUFOK 君がすごくイライラしてるってことによってちょっと相対化して見せるようになってて、そのね見せ方のスタンスの冷静さバランスみたいなのがやっぱすごくいいんですよ。要はそのヒップホップっていいよねっていうところに没入しすぎてないクールさを保っているっていうね、そこも僕は素晴らしいと思いました。あとですね、本当はそのねブラジル人のグループスモールパークとそのヒップホップっていうね、言ってみれば国際言語を通じて仲良くなる可能性だってあったのにとは確かに思うんだけど、それはその、パーティーオーガナイザーまひるちゃんの言うような一種ちょっとこう机上の空論的理想論というかね、あのまひるちゃん演じるああいう感じの子いるけどねでとにかくなんていうのでかいっていうで、あのなんかみんなの意識がみたいなことを言いやがるってね、でそういうこと言われたら、もう俺意識ないけどね、俺意識ないっつって意識が低いとこじゃなくて意識がないっつってなんだけど、あのねスモールパークのやっているヒップホップ感と、あのそのスティル・イチミア的なその 90s ヒップホップ感みたいなのちょっとね相性の悪さみたいなのもあるんだよね。なんかそこもねちょっとあのあこれは相入れねえなみたいなのがね、うん、まあそういうのもすごくだからそこでもリアルだったと思いますね。はい、ということで、まあ、まとめに入りますけどね、あの日本語ラップを扱った映画として、まあ、埼玉のラッパーっていうのは、まあ、このシネマハスラーでも本当に、まあ、素晴らしい傑作、もう揺るぎない傑作だと思いますけど、非常にやっぱりいろんな意味で対照的な、対照的というか表裏一体って言ってもいいのかな作品だと思います。埼玉のラッパーは崖っぷ、まあ、例えばどん詰まりの地方のどん詰まり感みたいなのも描いていても、最終的には崖っぷちに立たされた個人がそのギリで起こす奇跡にかけてるっていうか、でそこに最終的にはやっぱり大きなカタルシスっていうのを用意してくれてると思うんですね。そういう意味ではやっぱりエンターテインメントとしてあの非常によくできてるっていうか、いい着地をしていると思うんですね埼玉ラッパーは。でこのサウダージはそれとは対照的というか、ある種裏表一体に個人はもう完全に無力なんですよ。もう何をしようが個人はどうにもなんない感が漂ってるわけ、個人は無力、それでもここではないどこかを夢見ず抱えずには、心の中に抱えずにはいられない人間というもののやっぱり悲しさで、ひいてはその個人の無力っていうかどうにもなんないところにまで追い込まれてしまう、やっぱり社会のボタンのかけ違いっていうような、要はより大きな世界、言ってみれば映画というその物語の外部へとにその向かうっていうかね、カタルシスにあえて着地せずに、向かっていく、物語の外側へ向かっていくというようなベクトルを持っているというか、そういう意味でやっぱ埼玉のラッパーとは対照的ですし、それぞれ違う意味ですけど、こちらも間違いなく僕はすごい作品が出てきてしまったなというふうに思います。間違いなく傑作、それも今年屈指のっていうふうに本当に断言してもいいと思います。はい、なので、はい、かけねなしに、いわゆるそのストレートなね、分かりやすいエンターテインメントみたいなのを求めていくとちょっとこう戸惑うところもあるかもしれませんけど、今日僕がご紹介したようなね、部分をちょっと踏まえながら、見に行っていただければ確実にですね、他では味わえない、映画体験ができるんじゃないでしょうか。間違いなくおすすめです。